11月9日土曜日正午から元大久保南町会集会所前の道路にて元大久保南町会ふれあい防災祭りが開催されました。このイベントは地域防災訓練と秋祭りを合体させ、会場内で使用する資機材は防災倉庫から使うことが原則となっているイベントです。災害時にも使える耐熱のナイロン袋を活用した湯煎調理法の実践や水消火器による訓練なども実施されていました。年齢を問わず幅広い地域の交流が促進され、今回も顔見知り以上の関係が構築されました。参加された皆さん、運営に携わった皆さん、お疲れ様でした。